はい、というわけでね、突然始まりましたが、このね、私の YouTube チャンネルでは、ある程度おなじんでる、フットサル大好き、ポッターさんですが、この度、地下芸人に 相なりまして、これ、どういう経緯なん？そうやね、もうちょっと具体的に言うと、急にある日ね、漫才の動画が送られてきまして、いわゆるライブハウスみたいなところでやってるの。そうですね。3本ぐらいかな。はい。で、地下芸人始めましたっていうメッセージとともに。これ何がどうなってるわけな。そうですね。永瀬さんとはもとも、ちょいちょい喋ってますけど、もともと芸人さん、お笑い芸人に対する憧れというか、尊敬というか、っていうものは、もともとあって、で、一応その漫才したその相方である人は、高校、大学の友達なんですけど、彼と、もう高校の時からずっと、お笑いにわかファンみたいな感じで、いろいろそういう話はしてて、で、会うたびに、そういう、出たいね、みたいな話はしてたんですよ。あれやろ？世間話っぽくっていうか、妄想っあ、そうぽですくっていうね。かあ、ね。もう全然、妄想で出たんですけど、そうですね、タイミング、本当タイミングがお互いあってみたいな感じで、一度出てみるかという話になって、しかもあれはどこですか？あれは新宿バッシュかどっかでしょ？ そうですね、新宿バッシュですね。西武新宿線のはい。昔喫煙所があったところのちょっと中入ったとこぐらいにあるやつね。あ、さすがご存知で。ラビワンが大きく見えるとこね。ちょっとそこまで覚えてないですけ大通りまで行ったら いや、でもそうあでれすやんね。か。東京に住んでるわけではないけど、やっぱりその今住んでる地域ではあんまりそういうところもないんかな。ないと思いますね。で、もう今やね、だからアマチュア芸人として、もうステージというかね、デビューをしたわけですからね、ある意味では。そうなりますね。で、今回は別にサッカーの話とかは全然せずに、ザ・セカンドの話をしたいなと思って。あれね、芸人さんのさ、スーパーマラドーナのチャンネルとか、みんなザ・セカンド好きやな、芸人。そうですよね。興奮してるというか、なんか、やっぱどっちかというと M1 とかは、甲子園みたいな感じなんかな。期間限定というか。で、それが終わって、ほっとしつつ、また燃えるような何かをしたいみたいな感じだから、ちょっとなんていうかね、社会人サッカーとかにちょっと似てる気がすんねん。そうですね、確かに。まあそんなこと言ったらちょっと怒る人もおるかもしれんけど、なんかイメージね。でね、今のところというか、ベスト16まで出てるんですかね。他ノックアウトステージ。まあ今日はね、4月18日深夜23時30分ぐらいなんですが、これ、予選というか、これも全部ご覧になられて。全部は見てなくて、そうなんや。配信が、ブロックごとだったんですよ。そっか。火バラバラやもんな、これ。そうですね。僕が見たのは、何ブロックかちょっと忘れたんですけど、誰が東京出ダイてナる？マイトの、E ブロックやね。そうですね、予想的中してしまったんですけど、東京ダイナマイトの漫才見れるの最後かもなと思って、ふと配信を変えまして、で、その E ブロックとセットで B だったかな？ザ・ボンチ師匠とザかボおっンたかチ師な。匠が、炭治郎、三日月、マンハッタン、リニア。
そうですね。その2つを僕は見ました。はいはいはい。こうやっぱ、東京ダイナマイトとか、まあ、その辺はなんとなく見たことあると思うけど、ザ・ボンチとかはあんまり見たことないやんか、多分。そうですね。俺もその、あれやで、その売れ切って師匠になった状態ぐらいでしか見たことないからさ。ああ、はい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 。いや、もう全然ほんと見たことなくて、あんなにがっつり見たのは多分初めてに近かったんですけど、まあ、その B と E のグループで一番最初にザ・ボンチとか出てきて、まあ、ちょっと本当に圧巻だったというか、そうよね。この、なんというか、まあ、こういう言い方しても、ちょっと、あれやけどさ、キングカズみたいなポジションやん。ああ、はいはい、そうですよね。やけどさ、めっちゃ動ける、キングカズやんか。いや、そうなんですよね。なんか、正直、こう、なんか、まあ、レジェンドが出て、まあ、ちょっとこう、なんていうんですかね、立てる感じで、まあ、なんか終わるみたいちょっとな。気を使いつつね、周りが。そうですね。なんか、そういう想像で見たんですけど、全然そんなことないというか、バチバチプレイヤーだったんで、また、里見正人師匠がかっこええからな。いまあ、や、二人ともかっそうでこええすけね。ど。はい。いや、ほんと、二人ともかっこいいですね。でも、仕上げてきてる感じはしたね。でも、こそうのです大ね。会には向けてね。い。完全にそうでしたね。いや、でも、どうですか、その、お笑いファン。まあ、何からお笑いファンになるわけ？その世代的には。でが、も、もう、番。やっぱり M1 だと思います、僕は。完全に。レッドカーペットの時って何歳ぐらい？レッドカーペットが小学校じゃないですかね。そうか。まあ、でも、そらそうや。俺より一回り以上したやもん僕は跳ね飛びとかが小学校でがっつりって感じですかね。あ、じゃあもうただ結まあ本構、当、あれやな。はい。その、お笑いイコール戦うみたいなのはちょっとネイティブなんやな。あ、そうですね。どっちかというと、もう本当、賞レースを見て、心打たれてというか、羨ましいな、みたいな感じで。まあ、かっこいいなというか。そうですね。だから、どちらかというと、もう劇場とか、ライブシーンとか、あんま全然知らないって感じ。逆に、俺ら世代、1983年生まれぐらいは、はい。ほんまのちっちゃい時に、ビートたけしさん、ひょうきん族とか終わってて、ドリフターズああ、もはい終わっはい。てて、はいはいはい。志村けんは、加トちゃん、ケンちゃんっていう2人のコント番組。ほうなんか、ほうほう。最初俺コンビやと思ったから、志村けんと加トちゃんおは。ー。はいはいはで、たけしさんはピンで、元気が出るテレビとかで、で、そこにん。とんねるず、うっちゃん、なんちゃん、ダウンタウンが出てくる。なんか、なんていうん、別に、ネタで勝負の時代じゃないところで始まってるわけよ。ああ、はい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 。テレビ番組か、スターになっていく感じ。はい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 。ほんで、ちょっと増したら、ナインティナインが出てきて、みたいな。はい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 。で、その裏で大阪で「すんげーベスト10」とかっていう番組、千原兄弟さんが、MC のやつが出て、そこは戦うあれやってんけど、だからどっちか言ったらみんなネタで戦うというよりも、テレビ番組で売れていくっはいていはいうとはい。ころで、だいぶ大人になってから M1 が始まったからさ。なるほどっすね。だから俺としては、その、まあ、あえてサッカーに例えると、はい。こう、今、ほら、いろんな人が、元プロとかが言ってるけど、サッカーがアスリート化しすぎておもんないみたいな。はいはいまあ、おもずっと言うてるやんか、それ。はい。が、お笑いもアスリート化して、ちょっとなーとかうん。いう感じやねん。そう、M、あ、はいまあ、はい。面白いんだけどね。はい。そうですね。やけど、ザ・セカンドは全然アスリート化してないから めっちゃ楽しいね、見てて。そうっすよね。なんかほんと技術と個性と、なんかその、なんだろう、年季の入ったものの良さというか。あと、だから、その、如実にさ、はい。アスリートっぽいコンビが残ってないよね。残らへんよね。あ、そうですよね。それがちょっと確か面に。白くて。うん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 。だって人気で勝ち上がるとかはもうないやん、ザ・セカンドはいは。はい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 。はい。人気もんもおるけど。そこの票が入らへんっていうのが面白くて。そうですよね。だからこう、なんていうん、ジャイアントキリングに近いような
例えば母心がジャルジャルに勝つ世界戦は分からへん。そんなことがあったんかみたいな。でもなんか そういう大会にも一個の大会としてなったのがすごいなと思いますよね、うん、なんか。で今回はあるよね、有田さんと花大さんがやるよね。あ、そうですよね、うん、はい。まあ、ちょっとあの人志松本不在の中ってとこやけど、この辺もちょっと面白くて。そうですね。でなんかそのアスリート漫才って言ったらあれやけど、まあ大阪の漫才師ってもともとアスリートっぽい性格が含んでるやん。ああはいはい。その若手の時からこうわーっとこう喋りまくってボケまくってみたいな、うん、東京の方もそうあんねんけど、はい、東京どっちか言ったらあの女性人気とかもいるし、あ、はいはい、見た目かっこよくてちょっとおしゃれな感じというか、はいはい、まあ、これもちょっと古い感覚や。でもいまだにそのなんていうん、あのシンクジェシカとかなんか分からないけど、はい、なんかサブカルのシュッとしてるイメージで、大阪はゴテゴテしてる感じがするやん。ああ、はい、まあそういうイメージあります、うん、そういう意味でもあのさっき数えててんけど、はい、いわゆる大阪吉本っていうか大阪っぽい人らは6組ぐらいしか残ってないよね。おお、はいはい。それ以外はまあ標準語というかそれに近い漫才というか、うん、なんかそういう意味でもこのなんていうか全然毛色の違う予想が非常に立てづらい大会。いやでもなんかその一回やっぱ出てみては、うん、なんか身にしみて分かったのは、うん、ま、漫才をやってみてね、うん、そうですね、うん、でやっぱ関西弁のやっぱ強さってなんかやっぱあるじゃないですか。うん、楽というかね。そうですね、なんかそこが、うん、まあ、まずやっぱり関西弁の人はすごい、いやすごいなというか、やっぱなんかやっぱ面白いなってやっぱ思っちゃうし、うん、逆に標準語でもその強さが出せてる人たちがめっちゃすごいなとも思うんですよね、はい、うんうん、そうやね。なんだよね、まあそう関西弁の方が面白いの浸透度が高いみたいなのは多分その先代のいろんな方々の影響なんやろうけど、うん、でもそれを上回るとか同等ぐらいの標準語出てきた時関西弁勝てへん時あるやん、なんか知らんけど。ああ、うん、そうですね、確かに。あれ不思議よね、関西弁でも、うん、なんかイメージはなんかやっぱり強いツッコミっていうイメージなんですけど、なんかそれこそザボンチのマサト師匠とかはそんなこう強いツッコミをしないじゃないですか。だよね、ボケが強すぎるからな、その。なんかでもそれもなんか、うん、なんかやっぱりすごい、すごいっていう言葉しかちょっと出てこないんですけど。うん、なんか注目のコンビいますか、残ってる、このベスト16に。ああ、でも、やっぱ見た中で言うと、うん、はそのザボンチに勝利した半次郎。はい。まあ、これは沖縄系なんかな。あ、そうですね、沖縄でしたね。うん、まあ本当当たり前にめっちゃうまいし、うん、面白かったですね。でもやっぱり人間がすごい出てるというか。はいはいはい。であとはカモメンタルがめっちゃ面白かったですね。ああ、なんかめっちゃくちゃウケたんやろ。すごかったっすね。あの本人らが漫才やってきた中で一番ウケたって言ったね。ああ、なんかね、すごかったですね。う大さんもあのまあ YouTube とかでよく見るねんやけど、ああはい。やっぱり漫才にコンプレックスがあってんて。ああはいはい。ねえ、どうしてもこの人を出して自分がまあコントじゃなくて自分としてやらなあかんわけやん。はい。それが苦手やったんやけど、なんかその劇団カモメンタルかなんかでやった、はい、ああはい。劇の一つのキャラが漫才師っぽかったらしくて、そのう大さんの想像する、はい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 、おで、かつ自分が演じてるし自分が作ってるからこの自分の部分もあるやん。はい。で、だから漫才の時はそのキャラで一応やってるらしいね。だからまあ一人だけコントしてる、そういうか。なるほど。まあそっちの方がスムーズに見えるというかね。はい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 。でそれがなんか M1 の予選とかもずっと出てて見てたけど、いまいち客にお客さんにそこまで伝わってなかったんな、そのあの摩訶不思議感が。
はい。ずっとやって馴染んできたって感じはするんやけどね。確かにそれはあるかもしれないですね。逆に、対戦相手だった流れ星さんの方が、まあ、中英さんとか、相方の人とかも、いろいろこう、おのおのでやってたりもするけど、逆に漫才が偽物っぽく見えたりもするよね。ああ、でも、なんそとんななくね。感じはしましたね。まあ、知ってるからなだけないけどね、それは。なんかこう、ザ・セカンドは一旦潜った人とか、その東京ドラマンドに勝ったザ・パンチとかも、潜ってみんながキャラで一旦忘れた状態でやったから。ザ・パンチめっちゃ面白かったですね。ザ・パンチもともとめっちゃおもろいからな。いや、すごかったです、あれは。お前見てへんけど、その東京ダイナマイトどうやったの？そのもうしんどそうな感じな。まあ、正直やっぱしんどそうでしたね。かなり。まあ、でもともは、とそんなにあれやもんな。声を張り上げてって感じでもないしな、二郎さんも。そうですね。でも、基本的には、もう、ありネタをやるって感じだったんで、まあ、なんか僕的にはなんかもう落語を聞いてるみたいな感じでした。古典やね、もそうですね。でもまあ、そうですね。やっぱただこう、うまいなーっていうだけっつったら失礼かもしれないけど、そんな感じで。なんかこう、あれよね、ジャルジャルとかランジャタイが毎回負けてるっていうのが面白いんだそうよですよな。ね。そういう、なんかな、お、これ全然賛否あっていいというか、そういうこと言いたいんやけど、俺なんかランジャタイと A マッソでは全然笑えへんねんか。そうなんですね。でも米田2000とかは全然笑えるね。何かが差がありそうやねんな、そこに。多分似たようなカテゴリーに入ってるとは思うねんけど。何なんやろ？この差気がにな自る分わ、でもあそれ。んまり分からへんねんな。まあ、あるとしたら、全然会うたことないから全然知らんけど。で、こんなん言ったら、本人とか、好きな人だからしたら嫌かも、嫌っていうか、なんじゃこいつって思われるかもしれんけど、俺、A マスターとかランジャタイは普通の人が変人を演じてるように見えんねんな。いや、なんか A マッソはわかるんですけど、ランジャタイもそうなんですね。なんかもう振り切って、まあ、でももう本体もそういう人になってるかもしれんけど、なんか頭坊主にして眉毛剃るみたいなのが普通やねんな。変人として。俺それより、まあ、今回負そうけでたすけど、超新塾のメンバーの方が変やと思うもまあでもそうですね。確かに言われてみたらそうですね。なんか、共通してるのは、なんかこう、お笑いとは別で本を出してたりとか、しますもんね。なんかその、意外と賢いんだみたいな、そういう。だからどうせやったら、そのダウ9万の蓮見君みたいに全面にその知的を出すとかの方が好き。まあ、ただの好みなんかもしれんけど。なるほどですね。で、俺そういうやつの方が変やと思うねんな。間違いないですね。で、そういう意味では、金属バットとかも本来あんま好きじゃないね、俺。金属バットと、例えば野生爆弾って似たようなラインにおる気はすんねんけど、野生爆弾の方が髪型普通やん。まあ、くーちゃんは結構変な髪型するけど。なんか、あえて坊主とロン毛にしてる時点で普通な気がしちゃうねんな。なるほどですね。全然ええねんけどな、そんなもん。それよりカウカウさんの衣装の方がやっぱ変やもん。ずっと変えてる、何十年も。ですね。で、それの最終形態がめちゃくちゃおしゃれなナイスミドルっていうか、スーパーかっこいいおじいちゃん2人のザ・モンチはやっぱ一番変やんな。しかもあんなむちゃくちゃな作りやのに、うまいってわけわからんやんか。そうですね。だいぶ変ですね。まあ、なんていうか、ゼーマンのサッカーを見てるような。俺、だから、超新塾ね、行ってほしかってんけどね、好きやから。
でもこうね、モンスターエンジンがここ僅差で勝ち上がった。まあ調子にちょっとあれやもんな、あのアイクのあれで、アイクヌワールのあれでちょっと味噌ついてるもんな。まあそうですね。それも俺が客やってもどっかで思うと思うもん。なんとなく原点っていう感じじゃないけど、なんか一個足らんやんってなるやん、うん、まあそうですよね、うん、なんかもうこっからさどうなっていきますかっていうところでございますが、なんとなく予想なんかしてみる。どこ組み合わせようかな、うん、ああ俺見えてるから。あ、本当ですか、うん、まず A ブロック勝ち上がりがダブルアートとタモンズですね。これはタモンズの方が得点が高いという状態でございますけども、これもね俺的に神奈川的インターネットライフの中では2組とも出てくるのよね。おお、そうなんですね、うん、まあタモンズさんとかは隣の兵庫県の隣の市出身やから、まあ近いと、で東京吉本やな、この人ら。あ、そうなんですね、うん、でその大宮セブンにも入ってて、俺その大宮の吉本芸人好きやから、はい、よく YouTube 見たりとかしてて、はい、まあ、俺の生活圏内に全然タモンズはおるわけ。で、ダブルアートは最近ニューヨークのチャンネルで、ああ、日本の社長ケツ VS ダブルアートしんべヱみたいなのがあって、はい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 、まあそれも結構生活圏内、はいはいはい、ただダブルアートは今までこう、なんていうか、人望とかあって、そういうしんべヱ軍団みたいな、大阪ではすごいあれやってんけど、はい。なんか優勝するとかいう感じじゃなかったよね。ああ、はいはい。どう言うたらいいんかな。番長は番長やけど、はい。このすっごい売れ線の中にはおらんかったんやけど、はい。だこのニューヨークチャンネルから潮目が変わったんかななんて思いながら見てる。ああ、うん、はい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 。だタモンズが292点も出してるから、なんかな、ほんま、昔から見てて、今でも別にタモンズの漫才とかをこう見れる機会があったら見んねんけど、はいはい、めっちゃ大爆発するほどおもろいタイプかってさ違うんよね、イメージとしては。ああ、うん、そうなんですね、なんやけどこの得点が出たってことは何かが起きたってことやんか、はい、そうですね。なんか僕全然本当失礼ながらみんなネタ見てないんですけど、うん、でもなんかそのツイッターとかでアモンズがめっちゃ面白いみたいなのはすごい何件か見ましたね、うん、なんかその大宮吉本軍団の中で培われたパワーが最近世の中に出だしてるから、まあ大宅とか、あ、はい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 、なんか あのゾーンの東京吉本のパワーみたいなのがあるから、うーん、だからこれほんまマジ吉本東西対決やからさ。ああ、そうなんですね、うん、この辺どうなるかってとこやけど、まあお客さんの大和田もタモンズ、まあどっちに行ってほしいっていうのも全然個人的な付き合いもないからなんとも思わへんけど、はい、うん、どうなんやんな、タモンズが勝つんかななんて思ってるけどね。ダブルアートの方が関西弁でもこういろんな変な動きみたいなのもあるし、あ、一人リーゼントみたいなんで一人めっちゃ太っててみたいな、こう、あ、そうですね、いわゆる大阪って感じするから、はい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 、逆に6組しか残ってない中で勝ち上がってるってことはやっぱ相当なあれがあるからね。で、あの LLR に勝ってるってところがちょっと面白くて、これが東京吉本の、まあ、いわゆる、標準語系のめっちゃ東京とか、はい、東京出身で、はい、だ学習院大学かどっか出てるんだよね。ああ、はいはいはい、で数学オタクであったりとか、うんうんうん、ちょっとギャンブラー的なところがあったりとか、まあ、いわゆる東京の芸人っぽい感じに昔の、はい、その人らがちょっと点数低い中ぶっちぎるってことはやっぱパワーはあるのよね。タモンズはね、あんまパワーがある感じじゃないよね。一組はそういうところに残ってほしいなみたいな希望はありますね、うん、僕は。そうね、なんかこうイメージで言ったらなんていうの、セネガルとかコートジボワール、はいはいはいでタモンズはいわゆる安定感のあるというかやから、スイス代表みたいなねセカンド渋いですね、国が絶妙にどっちが勝つかわからないの面白いですね。あ、世界のサッカー代表国に例えていこうか。いいですね。こういうんじゃ どっちやと思う、セネガル VS スイス。
ああ、だったら僕はスイスですかね。ああ、スイス。ほんじゃ、まあ、はい、A ブロックっていうか、これはタモンズ。ね。じゃ B ブロック。これが半次郎対リニア。これリニアもすっごい大爆発やったみたいね。そうですね。うん。だこれは、まあ半次郎はちょっとこの、あの、沖縄も結構吉本ちゃんお笑い文化がしっかりあるから、はい。あの、沖縄芸の、あの、お笑い事務所とかがあったりとか。ああ、へえ。で、リニアは去年の M1 の敗者復活とかもちょっと見てて、ああ、なるほど。はいはいはい。なんかな、ちょっとウエストランドみたいな感じだね。ああ、そうですね。はい。うん。なんか、見た目的にもね。そうですね。うん。だからあのワードが一個ずつ、全部は、全ハマりしたらやっぱ超強いんやろなって感じはするから、ハンジロはじゃあどこやろな。やっぱオセアニア地区になるよな。なるんだ。あ、か、あの、あれちゃう、その、エクアドル。エクアドル、ああ、はいはいはい。南米の方ってこの渋いところ。はいはいはい。あ、でもそんな感じしたな。ほな、まあ、リニア、まあ、あの、あれやもんね、変則的ではないもんね、あんまり。そうですね。うん。リニア、どこっぽいんだろう。どこっぽいやろね。リニア、まあ、なんか背ちっちゃいからとか、なんか、ビジュアルイメージがどうしてもくっついてまうけどな。なんか、その、この得点パターンとか、なんかこの攻撃パターンみたいな。あ、感じに僕は見えたんですよ。はいはいはい。はいはいはい、あ、そうね。それがハマったら勝つみたいな。うん。だあの、伝統的な、ああいう、ちっちゃいツッコミが、まあ、雷とかも、はい、多分、形は違いと似たような、ああ、はい。と思うから。あのパターンね。じゃあ、あれは、そうね、あれは、なんていうか、ヘディングの強さというか、高さじゃない気がするから。はい。まあ、伝統的なとかだったら、そのメキシコとか。ああ、はいはいはい。まあ、ちっちゃいからがだいぶ引っ張られてる。ホルヘ・カンポスかな。ちっちゃいやつがスターっていうイメージやねん。はい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 。チチャリートとか。はいはいはい。ああ、うん。めっちゃ難しいな。エクアドル VS メキシコ。難しいっすね。あの、予選ではメキシコ勝つけど、本戦ではエクアドル勝ったりするからな、これ。あ、そうなんですよね。そうね。でも、ハンジロもめっちゃ点数高いな、こうやって見たら。287点。ね、このブロックは僕が見た印象で言うと、僕的にはハンジロですね。ああ、そう。これどうなん？あの、俺見てないねんけど、はい、あのスリムクラブみたいな空気感な、どういうタイプの沖縄で？いや、あの沖縄の人がやってるんですけど、うん、なんかネタ自体は結構早い、はいはいはい、ボケ数めっちゃたくさん多くて、どっちかというとガレッジセールさんの方が近いんだ、でも沖縄そうなのかもしれないです、はい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 、あ、そしたらもうエクアドルというかもうチリとかやな。ああ、チリっぽいっすね。何を言うてんねんやってなってるからね。じゃあここは。狭いな、やってる。B ブロックは、じゃあ、勘次郎が、の予想という、はい。はい。そして C ブロックです。これがすごいね。テンダラに勝ったロビンフット VS、インポシブル七曲がりっていうこの、すごい勝負を勝った七曲がり。これどっちかというと七曲がりがあれなんかな、優勝候補に近いんかな、七曲がりも。まあこの人はもう大宮吉本に今やおるけど。知名度というか、そうなんかそうかもしれないですね。うん。そうね、ロビンフットはこうまさにジャイアントキリングって感じだよね。はい。俺もあんまりちゃんと見たことないねんけど。やっぱ全然わかんないですね。まあ逆に本じゃ七曲がりから考えようか。七曲がりは、でもほんま、あの、どう、なんやろうな。まあ、奇想天外な感じやん。そうですね。うん、あれ、ほんで、二人とも変やから。あ、だと思います、ね。うん、
二人とも一緒ぐらい変やからな。でそういうのが入り混じってる感じで言ったら、やっぱポルトガルとか、そのクアレスマ・クリスチャン・ロナルドみたいな。はい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 。どっちも変やん、やっぱ。そうですね。うん、はい。あれでどっちも変だとしたら、もう、初瀬さんの方が変な気がしちゃいますけど。初瀬さん、面白いよ。あの、大声コンテスト優勝したりとか。何に出てんねんっていう話なんだけど、まず。あ、でも、ポルトガルはすごい、はい。わかりますね。逆にあれやない、ロビンフットとかは、ちょっと未知数とか、オーラが勉強不足なだけやけど。はい。という意味では、まあ、例えば、その、今の、ボスニアとか。おー、はいはいはい。なんか一人ぐらいは知ってるけど、どんなんかよう分かってないぞみたいなチームって今あるやん。そうですね、はい。あの、グルジアとか。ああ、全然分かんないです。あの、ウイングが、あの、ナポリのやつやん。確か。ナポリの77番。あの、なんかすっげえうまいって言われてる。あ、分かんない。でも、そんくらいこう、不気味な感じだよな。はい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 。リヒテンシュタインほどは、その、ちっちゃくはないよね。ちなみに、その、テンダラーは、うん、なんかそう、どこを倒してここに来たって感じしますかね。テンダラーはドイツちゃう。おー。はいはいはい。なんか絶対負けへんやろってか、安定感もあるし。はいはい、まあそうですよね。うん。完全無欠やったのに。そこを落とすかって感じだもんね。まあそうなったら日本みたいになってまうけど、はいはい、ロビン。ああ。うわ、難しいですね。ロビンフットってさ、はい。なんか物語やんな。ああ。言葉としては。ロビンフットってなんか、ちっちゃい時に読んだことがあるような気がすんねんな。ああ、そうやな。中世イングランドの伝説上の人物であると。ってなったらさ。え、時に読んでたんですか？その名前も加味して。はい。北アイルランドとかにしようか。そのああ、はい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 。わからんけど、でもイギリス、イギリス関係あるっていう意味で。はい。いや、これさすがにポルトガルが勝つやろなとは普通に思ってまうよな。いや、そうですね。なんか、ポルトガルが、どっかで国慶するんだろうなとは思うんですけど、うん。でも、ここじゃない気はしますね。ここじゃない気がするね。はい。これ、サッカーの予想やけどな、もう。で、ここは、七曲がり。ということにしましょう。はい。D ブロックが、金属バット対母心。おー。金属バットはね、意外とちゃんとしてるから。はいはいはい。見てても。だからそういう意味では、そうね、ブラジルとかにしようかな。おお。なんか、パブリックなイメージでは、その、なんていうの、ドリブルでフェイント押しまくってみたいな、あれやけど、はい、意外と代表戦見たらめっちゃガチガチで毎回やってるやんか。はいはいはい、はいうん。そうですね。金属バットを、じゃあブラジルとして母心。これ確か、相方の、相方っていうか、一人の方は県議会議員とかだよね。へぇ。うん。で、確か、満響に入ってると思うね、漫才協会に。あ、そうなんですね。うん、なんか、ナイツ、花輪さんの YouTube に出てたから、この、このブロックで、ジャルジャルに勝つ前に。はい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 。うんここもこう、未知数というか、実力派やけど、あんまり日の目が当たってこんへんかったみたいな、ね。そうですね。うん。まあ、ブラジル対どこやろな。どこってことにしようかな。でも、あ、じゃあ、こう、まあ、今まで言った中におるかもしれんけど、一応、じゃあ漫才協会は、はい。北欧ってことにしよう。はい、そうしましょう。そうしよう。もしその中でもあんまりその日の目が当たってないそのっていう意味では、今はタレントは多少おるけど、はい、それではあんまり良くないノルウェーにしようか。おお、はいはい、うん。
いいです。さあ、続きまして。E ブロック。あ、ここがすごいですよ。カモメンタル VS ザパンチ。あ、その、金属さんと母心さんの勝者はどうしますか？あ、そっかそっか。まあ、俺としては母心が、もう一回ジャイアントキリングが起こしてもおかしくない。北欧ってなんかそのパワーあるやん。マイティーソーのパワーあるやんか。はい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 。金属バットの、まあ、さっきの話なんだけど、金属バットの変さより、はい。議員やりながら芸人やってるから変やからな。そうですね。とても変なことしてるからな。金属バットちょっと恥ずかしくなってきたんですけど、かわいそうに思えてきたんですよ。まあでも、まあ、だからなんていうの、別にその、あの悪く言うあれじゃないねんけど、はい。あ、なんかアーティーやねんな、金属バット。あ、まあアーティーに見せて、こう、なんていうの、バンドっぽいというか、アーティストっぽい。はい、それは多分、はいはいはい、野生爆弾の流れがあるから、そういう風に、俺らが見てるだけなんかもしれんけど。ああ、いや、まあでもそう見ちゃいますね。うん、そこにこう、いろん、あ、いろ、あらゆる意味で堅実な、満強にも入って、はい、議員もやってる、こう、おじさんが、足元を救う可能性があるんじゃないかななんて、ちょっと夢見ちゃうね。そうですね。うん、ちょっとそこをちょっと期待して。あ、ポッターも予想、予想してな。俺が勝手に全部。でもなんか、うん。うん、その堅実なのコンビが、うん、やっぱ負けてるから結構。うん、うん。ここはなんか、もしかしたらあるかもなと思ってますね、うん。そうよね。みんなが金属バットって思ってるがゆえにね。そうですね。うん、はい。さあ、続きまして。ここが一番難しいかもしれないですね。カモメンタルとザパンチでございます。うわぁ。これはある程度お笑いファンは手の内も大体わかってるし。はいはいはい。っていうところでございますが、まあカモメンタルはさっきも言ったようにちょっと洗練されてきた感じもするし、ザパンチは一回潜って、はい、潜ったり、まあ、M1 決勝で最下位取ったりとか、はい、あとはレッドカーペットとかああいうのでも、まあ、人気者には一回なりましたが、ガッと潜って、でちょっと前のジュニアさんの YouTube で出てきて、はい、今劇場番長やと、めっちゃ受けてると、 NGK のトリもやってるみたいな、あ、そうなんですね、うん、まあそういうのもあっても、要は自力をつけてきたし、あのやっぱりパンチパーマ当ててで、ツッコミがこの、ワード系やん。はい。あれ、年行けば行くほどおもろなってくんねんな、やっぱり。ああ、はいはい、はい。あれ、多分最初は取ってつけたパンチパーマ やと思うねん。はいはい。が、取れへんようになってるっていうのがやっぱ面白い、ね。そうですね。うん、もうね、別にやりたいもやりたないもん、なくなってると思うねん。ハゲたらあかんだけやと思う。もう。本人の意識としては。な、も、で、なんていうの、モテたいもないやろし。しかも、ザパンチは闇営業問題の当事者でもあるから。あ、そうなんですね。あの、パンチパーマの方が、それで、謹慎してるから。あ、そうなんですね。だから、ほんまにこう、落ちるとこまで落ちてって言ったらあれなんかもわからんけど、イメージ的にはね。はい。はい、っていう感じはしますが、まあカモメンタルはどうですかね、カリスマウダイさん。うんうんうん。どこの国にしようかな。カリスマウダイがおるってことは、でも、ちょっと大きく解釈、あ、ただでもあるよね。あ、でもキングオブコントも撮ってるし。あ、そうですね。で、こう、劇団カモメンタルっつって、自分らでこう、何人か人集めて劇団化して、こう、はい、まあ、ウダイチームを作るみたいな。はいはいはい。そういう意味では、まあ、ちょっと大きく言いますが、アルゼンチンにしましょうか。メッシやと考えて。おお、ほうほうほう。メッシは行く先々で友達がおるやん。そうですね。それに対するザ・パンチ。ザ・パンチはどうやろうね。ああ。うん、まあでも一撃の
一撃の破壊力勝負やからな。どこがいいですかね。競技の、でもなんかヨーロッパな感じがすんねんな。南米とかああいう、アフリカ大陸じゃない気がすんのよね。どこがええかね。今どこが強いサッカー。それがあんまりよく分かってない。でもどうですかね、イングランドとか。ああでもそうかもね。うん、なんとなく言いたい、イタリアとかではないねんな。イタリア、ね、スペインではないのよね。じゃあもう あえてですけど、そのムバッペとか関係なくフランスにしようかな。はい、あ、いいですね。うん。なんか俺の中でその一回潜ったっていうのが、はい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 。あれ誰だったっけ、ドメネクやったっけ、あの代表監督やってて占い師にスタメン決めさせたりしてたおっさん。誰だったっけ。なんかドメネクみたいな名前だと思うねんな。なんか誰だ、なんか仲悪いやつは絶対呼ばへんみたいなやつ。そんなもん経て戻ってきたぜっていう意味ではね。すごい。決勝カードです。事実上の決勝やな、そうなったら。そうですね。これはカモメンタルの方が得点が高いから、まあおそらく高校をまあ取るでしょうって感じやもんな。そうなったらカモメンタルの方が強そうやな。カモメンタルが先行やったらザパンチの方が受けそうやけど、ここは如実に出順が関係しそうやな。そうですね。なんかレギュレーションとしては点数高い方が先行高校選べるらしいねんけど。あ、そうなんですね。うん。まあ大体高校行くやろ。だと思いますね。うん、はい。うわ、むずいな、これは。むずいね。ただでも最近のそのお笑いファン、お笑いサブカルファンからしたら、やっぱこう、う大さんとかは、はい、ある種カリスマ化されてるから。はいはいはい。で、なんかな、その、ちょっと話それるけど、そのカリスマ化されるあれも、言ったら小林さん、あの小林健太郎。あ、はい。ラーメンズの。明日はもう、はい、引退したけど。はい。が、やっぱスーパーカリスマやってん。で、そのかけらって感じがすんねんな。まあ、そこに、その、ダウの蓮見くんもおったりとか。はいはいはい、はい、まあ。ラーメンズの最大のライバルやったんが、まあ、バナナマンとか、その辺なんやけど。なんか、ある種、この東京芸人サブカルの、なんていうかね、カリスマの系譜ではあるから。はい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 。これがそのな、吉本の泥水すすってる、すすった組。確かこの人は NSC2 期やったと思うんだけど、ザ・パンチは。うん。なんかトータルテンボスとかと同期なの。あ、ほうほうほう。ねえ、NSC 出たら劇場がないっていう恐ろしい、まだルミネもないし、無限大もない時に、野に放たれるってかわいそうなゾーンだけど。すごいな。ですぐ後輩にロバートとか出てきてぶち抜かれていくっていう、はいはいはい、うん、ずっとぶち抜かれ続けてんだけど、なんかそれがどっち、そのドラマがどっちに出るかなよね。そうですね。うわ、難しいな、これ。難しいな、これは。ここも非常に難しいな。難しいけど、高校でカモメンタルが出れたらカモメンタルかな、俺。あ、はい、うん、いやでもそうですね。そうしましょう。そうしましょうか。メンタルで。じゃあ続きまして F ブロック、囲碁将棋 VS タイムマシン3号。ここはもうめっちゃむずいな。あ、囲碁将はもう完全に俺的にこうスペイン代表にな。ほうほうほう。2人ともめっちゃ背高いね。190センチぐらい。ほうほうほう。で、このやけど、そのフィジカルを生かしたというよりも頭脳内で2人で、うんうん、まあ、ダブルボケみたいなのに近いけど。そうですね。でもその辺があのブスケツとかロドリとかでかいのにめっちゃずっとパス回すやんかみたいな感じがする、ね。はい、はいはいはい。で、まあめっちゃ強いし。
しかも少々さんに買ってるっていうのはね、はい、これが少々さんなんかめちゃくちゃおもろいから。はいはいはい。うん、まあ、対するタイムマシン3号。これヘンダーソン。ここも291点やからね。いい。タイムマシン3号はまあ、ある意味ではすっごいベタやんか。そうですね。うん。恥ずかしいぐらいに、もう本人らも最近ネタにしてるけど、芸人受けを全然できひん芸人として。ああ、これはどっちが高校になるんですか？これはね、囲碁将の方が点数低いから、まあ、タイムマシン3号が決めると思う。ああ、うん。タイムマシン3号はどこやるね、国としては。これもまあ、でもめっちゃオーソドックスな手数が多い感じやからな。そうですね。まあ、ただでもそういう意味では、その、ベタというのを、まあ、あえてこう、ディフェンスが強いと考えたら、まあ、この人は滑らへんからさ。はい。はい、なんかいい時のイタリア代表と考えよう。おお、うん。だから、スペイン代表である囲碁将棋は、あの、あかん時あかんのよね。戻されへんというか、戻らへんのよね。うん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 。うん、タイムマシン3号はあかん時がないのよね。はいはいはい、うん、これもちょっと難しいところやけど、まあ囲碁将が多分優勝候補やろ、全体的な、なんとなくの。ああ、でもそうかもしれないですね。この人もね、大宮系の吉本やから、多いのよ。やっぱ大宮系は多いのよね。へ、これ、あの、ちなみに、ポタ君はこれどっちが好き？囲碁将とタイムマシンやったら。僕は囲碁将棋が好きですね。うんうん。でも、タイムマシン3号のあのベタさが最近、ずっとやりすぎて、もう、なんていうの、変なゾーンになってるもんな。ここまで。いや、まあでもそれも、はい。わかります。欲を出さずによくずっとそれできるなみたいな太ってるとか、はい、なんか絶対受けますしね。そうやね、あのうなる、なんていうの、マニアがうなる感じではないとは思うね、はい、今までのことを考えると。でも試合となったらな、意外と囲碁将負けるかもしれんのよね。いや、僕もなんかそっちの予想ですね。うん、というのも、その前回大会、結構いけてた人らはい。が、割と軒並み負けてんのよね。おお、はいはい。うん、まあ、軒並みっていうほどおらんけど。はいはい。まあ、テンダラとかね。はいはいはい。決勝にも到達してないみたいな。うん。あとは、あの、なんじゃ。名前忘れた。名前忘れたけど、まあ、前回、ファイナリスト系は。はい。ここでもちょっと、ひょっとしたら、ジャイアントキリングが起こる、ジャイアントキリングでもないか。なんか、寄り切られてしまいそうな気がする、タイムマシン3号。ああ、はい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 。じゃあ、ここは、タイムマシン3号、どこ、あ、イタリア、カテナチオでいいですか。はい。さあ、G ブロックでございます。これはヤングに勝ったマシンガンズとシャンプーハットさんに勝った学天則と。ここはね、俺ね、学天則は会ったことあるで。あ、そうなんですね。うん。なんかライブハウスかなんかで、なんか挨拶してもらった。だいぶ前やけど、十何年前。この漫才大好きですね、僕は。あ、好き？大好きです。はいはいはい、はい。そうよね。で、これ、あの、マシンガンズの方が荒削りな感じやもんね。うん、まあでも、やっぱり、昨年の大会でもマシンガンズはちょっと痺れるぐらいかっこよかったですけど。うん、まあ、でも、そうね、その爆発力 VS 安定感みたいなところよね。そうですね。マシンガンズの本じゃどこにしようかな。爆発、まあ、なんて、守備力がなくて攻撃しかしてないみたいなイメージやもんな。はいはいはい。なんか散っていくような。ああ。代表チームでそんなチームがあんまないからな。あ、でもほんなナイジェリア代表にしようかな。スーパーイーグルス。あ、わかりますね、ナイジェリア。学天則はもうしっかりしてるもんね。だからさっきちょっとテンダラで使ったけど、まあドイツ代表とかな感じかな。はいはいはい、はい。しっかり基礎もあれで。
なんか、まあ、昔は髪型いじりとかもあったりとか、はいはい、まあ、シュッとしてる感じもするし、そうですね、これ学転則の方が点数が高いから学転則は選べる感じよね。うわだ、ここへね、だからこれマシンガンズが残れるかどうかで前回大会の人らがどんくらい残るかみたいなところになってくるんだよ。そうですね、うん、確かに。でも俺なんか流れでマシンガンズが勝ちそうな気がする。なんかお客がそういうムーブを作りそうな気がすんねんな。はい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 、うん、学転則今年からかな、去年から東京に行ってるから。あ、そうなんだ。だからこうあんまりそこまでフォーム感もないやろうし。はいはいはい、うん、で、あの奥田くんとか賢いからさ、はい、もうすでに東京あるあるみたいなことをバンバン言えるんやけど、去年上京した関西弁の人の東京あるあるってあんま受けへんと思うね。なんぼ面白くても。はい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 。でも大阪あるあるじゃ遠すぎる可能性があるんだよね。そうですね、うん、あのね、あのツッコミの補足をなんか一言付け加えるとかも、まあ学点ってそういうパターン多い。はいはい、だからそういうなんていうかね、器用に小技をやるって、うんうん、この点数を稼いでいくより、こう自ら傷つきながら進んでいくマシンガンの方が、うん、だからそう、はい、オーラの時やったらあのあれやね、ヌアンコカヌーがいて俺もこれ96年アトランタオリンピックのナイジェリア代表オリンピック代表の話してるけど誰もわからんてイエキニとかね、オリセイとかアバヤロとか、この辺はなんか聞いたことあるやろ。おはい、聞いたことあります。だここはちょっとマシンガンズかね。そうですね。もうそうですねしか言う、いやいいようないけど、はい。さあ最後 H ブロック、モンスターエンジン VS ラフ次元というわけで、モンスターエンジンはね、さっきも言いましたように東新宿に勝って、ラフ次元はランジャタイに勝ってると。おお、ね、ラフ次元もめっちゃこのクイズっていうか、その頭いい、確かに塾の講師とかやってるかな。でどっちかやったら学転則にちょっと近いイメージね。はい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 。でまあモンスターエンジンもまあベタっちゃベタやけど、最近その西森くんかなの方が、はい、その若いのに白髪プンって言って、俺は年上けどあの、はい、若いのに真っ白がなってたりとか、はい、でもともとその売れてたっていうのもあるから、まあ言うたらジャパンチと同じようなイメージというかね、そこから気をつけてあれないけど、はいはいはい、これだから似てんのよね、そういう意味じゃ。このラフ次元とモンスターエンジンはなんかキャラが似てるから、ちょっと、あ、そうなんですね。あの漫才の質とかっていうよりも、その立ち位置という、どう言いたいんかな。ああ、はいはいはい、あの俺の中でやで、あくまでその辺がまあ似てるという意味では、まあそうね、何そのウクライナ対ルーマニアみたいな感じ。あめちゃめちゃ腑に落ちるなウクライナめっちゃ、はい、違うんやけど、なんか似てるみたいな。まずユニフォームの色似てるみたいな。両方な、元社会主義国会し。ああ、そうですね。別に俺、吉本は社会主義やとは思わんけど、まあ吉本はどっちかやったら共産主義やと思ってるけど、いかに吉本内で出世するかっていう勝負な気はしちゃうから、ね。そうですね。今ね、鎖国してるからね、まさにほんま共産主義っぽいんだけど、はい、こう難しいな、モンスターエンジン対ラフ次元、ね、なんか僕ラフ次元さんがちょっと全然わかんないんですけど、うん、なんかイメージモンスターエンジンは、うん、なんかそのすごい面白いポイントついてくるんだけど、なんか、うん、燃え切らないみたいなイメージなんですよ、はいはい、僕の中では、うんうんうん、ごっつわかる、なんかショーレース向きじゃないのかなみたいなイメージではあるんですけど、うん、それがこのザ・セカンドでどうなのかっていうのが、うん、
なんかな、その文脈で言うと、はい。まあ、こんなもん誰も聞いてへんっていうか、あれやから言うけど、はい。俺、このモンスターエンジンは会ったことあるかないかぐらいやけど、まあ、共通の知り合いの人はモンスターエンジンを知ってるね。はい。で、それとは別で、俺、あの、はい、ギャロップは知ってんのに、大の字さんと会った時に何回も会ってんだけど、はい。どっちがとは言わんけど、はい。すっごい嫌な感じやねん。どっちがってか、誰とは言わんけど。はい。でモンスターエンジンの中にもすっごい嫌な感じの人がおんねん。はいはいはい。おるらしいねん。よう似てるらしいねん。はい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 。だから負けるとは言ってないね。嫌のにギャロップは優勝してるから。はい、そうですね。うん、はい。だこの嫌な感じをどんだけ出さへんかいと思うねんな。ただな、モンスターエンジンな、漫才とか見てたら嫌な感じがちょっと出てんのよな。ああ。ちょっと、ハスに構えてるというか。あ、まあ、それはちょっと、はい。なんか、ね、一生懸命やりゃええのに、一生懸命じゃないですよ、みたいな顔をしちゃうんだよね。はい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 。で、ラフ次元は全力でいくから。ああ、うん。しかも、まあ、面白いからね、ラフ次元も。俺の、あの、評価としては、学天則よりラフ次元の方が面白いと思ってるもん。その漫才で。そうですね。うん、でちなみに学天則の奥田さんとおったときはすっごいええ感じだったよ。あと東京吉本のトイレで会うたインパルス板倉さんとかもええ感じだった。ああ。そういうのでも関係ありそうや。知らんやつに、ちゃ、普通にできるかどうかみたいな。はいはいはい。うん、あ、ほんでまあ、そう言ってるけど、大の字大谷さんはもう、ほんまに嫌なやつやからな。嫌なやつというかね。まあ、変やけど別に。それがどう出るかなんよな。そう、面白くて、いい感じの人が負けるってこともまあよくあるやん。まあそうですよね。うん。うん、でも、なんか、そうですね。そういう話を聞いて、くとやっぱりラフ次元が勝つイメージがしちゃいますけどね。あ、する。あ、まあでも、はい、確かにな、モンスターエンジン一回結構売れたから。そうですよね。うん、なんか、あの時の勢いがもう、あの、個人個人には残ってるかもしれんけど、はいはい。コンビとしての勢いがな、どうしてもって、ちょっとあるよな。でもこれ二人な神々の格好で出てきたらもうそれだけでめちゃくちゃウケると思う。これちなみに1点差でモンスターエンジンの方が高得点なので、まあ、まあまあここを選ぶだろうっていう感じではあるんで、ね、でここはもうルーマニアかウクライナどちらかのラフ次元にする。というわけでね、おさらいしていきますと、A ブロック、タモンズダブルアート。これどっちって言ったっけ？タモンズとか。タモンですね、うん。はい。そうね。次、B ブロック、ハンジロー、リニアはハンジロー。はい。そして C ブロック、ロビンフット、七曲がりは。七曲がり。七曲がりさんでございますね。そして D ブロックが、金属 VS 母心。ここは母心と。はい。そして E ブロック、カモメンタル、ザ・パンチはカモメンタル。そして F ブロック、囲碁将タイムマシン3号はタイムマシン3号。はい、そして G ブロック、マシンガンズ、学天則はマシンガンズ。はい、そして H ブロック、モンスターエンジン対、ラフ次元はラフ次元があったら面白いんじゃないかななんていう無責任な予想をしておりますね。はい、これが、この土日。そうですね。明日、明後日。FOD でね、ライブ。ということは、これもすぐアップした方がいいですね。終わってからじゃ何の意味もないからね。D ブロックまでを明日の早い時間に上げて、H ブロックまでを明後日の早い時間に上げときましょうというわけでして。やっぱあれですか、まあ、こう、エンディングトークというかあれですが、一回こう、はい、お笑いみたいなことをやってみて、見方も変わりましたか、はい、
だいぶ変わりますね。まあ、特にやっぱり、なんだろう。その、ベタなこととか、ちょっとこう、なんて言うんだろう、パワー、ちょっと一見、その、なんだろう、パワープレイというか力技に見えるようなことが、いかに難しいか、みたいな感じに見えます。そうよね。例えば、インディアンスみたいなことをするのってすごい難しい。うわもうまさにそうですね。はい。なんか一番簡単そうには見えるけど。そうですね。なんかまあはい。それよりこの、なんていうの、この、難しいことをやってる風に見えるやつの方が意外と簡単ってするんだよね。簡単っつったらあれ、気持ち的に楽というか。はいはいはい。あ、そうですね。そこがありますね。でも町田ゼルビア見てるみたいなもん。インディアンスとか見てたら。ああ。何回でも行くみたいな。その、同じこと何回もするみたいな。いやー、ほんとそうですね。それができるのがやっぱ一番強いっていうか。うん。思いますね。実際ちょっとやってみたら、その、好みみたいなのは残りつつ、ちょっと違う視点が出てくるよね。はい、そうですね、はい、うん。こうであるべきみたいなのはなくなっていくよね。あ、まあほんとまさにそうですね。うんだからまあその辺がこのなんつうかなんていうのあまあ全然見方としてはそれでもええんやろうけど例えばサッカーなりまあ野球とかサッカーなり何でもええんだけどはいこれやったことある人の考えるサッカーとやったことない人が考えるサッカーってやっぱだいぶちゃうやんかうんそう思いますね、うん、はいだからもう一緒なんよねこんなもんははいはいはい何事だからってそのなんていうやってないのに、みたいなのは別に思わんけど。はい。ただ、その、同じようなことはお前の中にもあるやろとは思うねんな。この、まあ、例えば、俺なんかサラリーマンしたことないから。はい。サラリーマンのことを想像してなんか喋るけど、やったことないから、実際は全然ちゃう問題が起きてたりするやんか。ああ、はいはい。うんということは、サラリーマンの人も別にサッカーとかザ・セカンド見て、なんていうの、その、これは架空の話やって思わんでいいのになと思う。あ、いや、それは本当そう思いますね。置き換えたら一緒やんか。はい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 。みたいなね、感じで、見たら、だん笑わんようになるから、見ながら。もうメモばっか取ってとか。ああ。そうなってきたらもう、いい感じよ。その、ちゃん、よう考えたら、何してんねん、こいつっていう、一番わけわからん状態になるから。なんかもう本当に、うん、なんか、普段の生活が、うん、とか、まあ、普段の仕事とかが、うん、なんか、全然、大丈夫だわ、みたいな感じで、なんかメンタル強くなったっすね、多分。そうね、例えばなんか人前で大きい声出さなあかん時とかあるやん、仕事上。はいはいはい。まあ、例えばそれが朝礼やった朝礼でも何でもいいねんけど。はい。ああいうので、もじもじ専用になるからな。もうこんなもん、とっととでかい声出して終わらせようって。あ、いや、ほんとそうですね。うん、あとなんか、まあ、その、関係性でなんか、何かしら問題とか、なんかイラッとすることがあったとしても、それでも、そこに関係性が何かしらあるじゃないですか。うん。でもその、ぶっちゃいとお客さんってもうほぼないんで。そうね。全く知らない人たちあいてに、どうしようって考えることと比べたら、全然楽勝だな、みたいな。あと、ほんであれやもんな、その、ムカついたことあっても、ちょっとそこに面白い要素あったら、あ、はいはい。これを、じゃあ、台本に反映させれそうな、なんやこの感情は、みたいな。そういう思考になってますね、はい。だから俺逆になんていう、まあ、いろんな打ち上げとかにも行くけど、はい。やっぱおもんないねみんな喋ってること、まあ、音楽周りの人まあでもそうなりますよね、はい。だから俺喋らへんねんな。俺の中でルールが決まってて、はいはいはい、その意味あるっていうかおもろいくないと喋らんって決めてんねん、はい。はいはいはい。で、なんか話しかけられたりして、もうまあ適当に
俺としては普通に喋んねんけど、なんか空気、はい、空気感が違ったりするやん。はいはいはい。ねえ。っていうこと自体は、ラジオとかで喋れるやん。こんな変、変な感じになっちゃって、みたいな。はい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 。とか、なんか他の仕事とかで、なんかこう、上の人っていうか上司っぽい人になんかこう、すごい怒られるみたいなことがあったとしても、はい。その内容っていうか状況が思んなかったら、全然気にならへんねんな。っていうかもう、聞いてへんから。はいはいはい。それか、変なことになってたら、すごい面白いな。はい。まあ、例えば、このフリーランスとかってよくあるんやったら、あるんやけど、はい。あの、ギャラの未払いとかってやっぱ起こるのよ。おぉ、はいはいはい。未払いしてるやつが俺になんか怒ってたりするときあんねん。なんていうの、どういう心境でどうなってんねんってなんだろう。ああ、はいはいはい。でもその彼女からしたら自分とした仕事真面目やっていうか仕事の話してるみたいな。なんかわかる言いたいこと。いや、わかります。はい。あれどういうあれなんやろな。恥ずかしいとかがないやん。だってそこに先方には、ね、あったらさ、はい、せめて俺やったらごめんちょっとまだ払えてないんやけどここだけちょっと直してくれへんみたいな言い方にするしかなくない？はいはいはい。というか俺多分俺やったらそれすら言わん。もう全然これ、ね、全然これでいいです、払いだけもうちょい待ってって言うもん。はい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 。何をクオリティ上げようとしてんねんって思っちゃうんだよな。どういうことなんやろな、あれ。だからなんかそういう、なんか自分の、なんだろう、弱みみたいなものを、うん、なんか、その、なんていうんですかね、補填するものがなんか、うん、ないんでしょうね、もしかしたら。あ、いや、多分そうやと思う。だからもうほんまみんな YouTube ラジオやればええのにって思うねんけどな。ああ、はいはい。自分の失敗談喋ったらな。まあ、面白い話もあるかもしれんやから。はい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 。まあ、ちなみにやけど、俺、その、明日ってか今日かな。はい。これ撮ってる、今、4月19日金曜日になりましたけど、はい。今日の夜、金曜の夜ですね。はい、私さ、今年41歳。はい。が、1個下、40歳の男友達。はい。とその40歳の男友達が集めた39歳の女性2人とで塾合コンしてきます。あるんですね、塾合コン。塾合コン面白そうじゃない？あ、塾合コンはだいぶ面白そうですね。どのタイプが来てもええやん。そのなんていうかね、年収聞いてくるみたいなのはベタにありそうやん。はい。探り合いというか、タイプが来てもええやんっていう言葉なんですか。こうなんていうかな、ありえるのがそのお高く止まってる感じで、うん、あんたどんなもんなんみたいなかましてくる、ね、はいはいはい、その安いかまし方ね。はいはいはい。でもう一個はめっちゃ下品な、もう下ネタも言語丸出しみたいなガッハッハー言うてる、はいはい、ハイボールおかわりみたいなパターン、はい、はい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 。ね、あとはまあその間ぐらいが無数にあるって感じだけど、これどっちに どっちに寄ってるかはまあ全然知らんねん。はい。な、俺はどのキャラでいこうかなっていう感じ。まあある程度いつも通りにはなるんやろうけど。ああ、でもそれでなんかその、うん、合わせたりするもんなんですか、そのバランスを考えたりするもんなんですか？俺はそれをしたいタイプやね。ああ、うん。昔はなんかぶっ壊したいタイプやってんけど、その場を。でももういや、なんかそっちのイメージがあります、うん。でもそれより回した方がおもろいってことに最近気づいたから。あ、なるほど。ああ。だからなんていうの？あの、下手くそな人は、この、ネガティブいじりをしてまうのよね。はい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 。この太ってるなとか、なんかわからんけど。はいはい。じゃなくて、全部ポジティブでやりたいね、俺は。ああ。
で、まあ、もう、熟合コンはさ、下心があるのかないのかもう分からんから。お互いに。どんな会になるかしら。どっちでもなんか、うん、いや本人目の前にして言いたくないですけど、どっちでもなんか嫌ですね。下心あってもなくても。そうやろ。あっても嫌だし、なんかなかったらなんでやってんのって思うし。うん、しかも俺なんか仕事のこと聞かれてもさ、もう伝わらへんから、もうめんどくさいのよ、毎回毎回。はいはいはい。うん、未だに俺のおかんにも言われるの、何の仕事してるか分からへん、あんた、みたいな。なも俺も分からんちゅう。俺が分かってないねんから、お前が分かるわけないやろってな。だからまあ、ザ・セカンド。まあ、俺の場合は、セカンドっていうか、3回目やけど。俺は俺で、ちょっと、予選が、うん。そんなオチがあったんだ。やっていこうかな、なんて思っとる、この頃でございますけど。なるほどですね。まあ、でも、ザ・セカンド、ちょっと、FOD か。いくらなんやろ。FOD で、あ、値段、あ、2000円か。2000ずつやな。ああ、初日が A、B、F、G ブロック。ほうほう。で、2日目が D、H、C、E ブロック。あ、まあ、対戦相手としては、1日目がダブルアートタモンズ、そして、ハンジロー リニア、囲碁将タイムマシン3号。マシンガンズ、学天速。そして2日目が、母心金属バット、ラフ、次元、モンスターエンジン、ロビンフット七曲がり、ザパンチカモメンタルと。あ、ということはこう、あれやな。別に、2つに割らんと、まるっと出してまおう。俺はね、YouTube でね。はい。というわけでね、フットサル大好きっ子、ポッタ君が芸人に。を目指し始めたよというラジオでございました。はい、よろしくお願いします。はい。